トリちゃんです。ケンちゃんです。イキちゃんです。僕たちの遊び場。今日はね、俺がやりたいことがあって。なんか外に来てるね。そう。ちょっと3人で宅飲みでもしようかなと思って。なる珍しい。じゃあ実家の。違う。俺んちじゃないね。なんかある説が出てて。何？ゆうたろうの俺たち持ってんじゃねえのか説。あれ漫画と一緒やん。本当だ。漫画のようながあって、確かにこの3人のみって多分。ちょっと気まずい。いや気まずいじゃないですか。だからゆうたろうがいなくてもこの3人でも大丈夫なんだよっていうのを1本お届けしたいなっていうのがあって、はい、買い出しから自分たちでやろうじゃないかと思って、おメガドンキ渋谷本店です。お、はい、こちら何でも揃う。おここは3時間コースや。いやそうだね、飲むものを決めて食べるものを決めて、はい、3人でもいけるんだぞっていうのをちょっと証明したいなと思って。わかりました、はい、はい、じゃあ早速行きましょう。でもあなんかある意味さ、ドンキ絶対これあのイチゴがいいやつ、入りたいよ、入り口に。絶対収束あるから。収束絶対あるから俺 iPhone 買い替えるから。ドンキで iPhone 買い替える。やっぱドンキってすごいね、この情報量。どん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 下がります。おー、なかなかのクオリティの酒だ。やめて。あれ、なんか見覚えがある。あれ、うわ、なにこれ。やっぱホロイホロイってドンキのやっぱ炭酸水。いや絶対まずビアボールからでした。どう考えたって。なんでこんだけあっていきなり炭酸水いくの。いきなりビアボールにしようよ。ね、それは何か企画は続いてる。いやだって年1年2ぐらいでビアボールさんとやってますよね。実は私あのビアボール応援団長でございますしね。はいはい、まああくまでね、宅飲み3人でするならばはビアボールでいいんじゃないかみたいな。3人で飲むならお、じゃあビアボールにしようじゃないか。じゃあビアボール色してきた。そう、もうまんまやな、まんまビアボールやもん。でもなんかビールのイメージあんまないけどね。じゃあなんかそこなんですか。炭酸で作る自由なビールなんですか。これはもう新しいんで、うん、あこれで8杯もいけるやん。え、そうなのよ。結構いけんな、これで割るから。しかもグラスついてる。そうなの。え、すごっ。お二人行こう。お二人行こう。で、じゃあまあこれに合うものをさ、どんどん買っていこう。こんなうまいこと置いてる隣にある。レモンもいいですか。これよくビールレモンとかやるんだ。さっぱりしたい気がするよ。あ、じゃあこれ買ってこい。じゃああとね、あのあれが欲しいんですよ。炭酸水。これは原液なんで、やっぱシュワシュワ欲しいから。あ、ありましたわ。しかも一番売れてんじゃん。確かにもう在庫すんねえもん。ザ・ストロングです。これで割ろうと思いますけど。いい。お、ありがとう、トリちゃん。やっぱドンキと言ったらカゴないと始まらんから。確かに。ドンキ舐めてた。あ、でも、炭酸水だけでもいいんだけど、他のドリンク、ジュースとかでもあるから。あと何にする。何でもいいですよ。炭酸？踊ってる人がいる。俺が小さい頃からビタミン C を取ってるといえば、シーシーレモンやろ。おー、シーシーレモン、これめっちゃやわ。しかもこのサイズいいね。こんな細レモンになってんだ今。細レモン、細い。独特な解釈すなよ。え、これペプシとかいけるんすか。いいよ、別に。だそれ1組が純粋にケンスケ君好きだし。そう、コーラ俺好きだからね。これでもレモンだけでいい。あとな、そのあ、ミカはえこういうこと。うわ、やばシロップやん、カンカンはやっぱ。じゃあ1個だけ、じゃあこの置いときましょう。ドミカン。あとはおつまみ。あ、つまみ大事。え、このドシリーズ何？ドンキーシリーズ。あ、アスパラ。これがドンキのあれか。はい、え、アスパラどういうこと。真空低温フライで加工し、ベーコンで。え、アスパラなのこれ。とりあえず行ってみるか。はい、はい、トリボラのセンサー、うん、反応しましたね。うわ、はい、最高。カニ、うん、何がいいんだろう。でもこのビアボールって濃さが選べるから、自分で作った時の濃さによっておつまみも変えられるから、ちょっと味の濃いものをやってもいいし、味の薄いものをやってもいかようにでも多分対応できる。なるほど。お調べに見えか。はい、センス。この人もうカメラ忘れとるぞ。鳥越さんはもう自分のおつまみを探しに行ってます。カメラから行ってます。やっぱおにぎりはもうみんなの味方。組これで親睦深められそうですか我々。いや、もう十分でしょ。これをみんなで囲んだら親友になれる。じゃあ早速宅飲みしましょう。宅飲みしよう。宅飲みしましょう。うわー、すごっ。年収6000万の家ちゃうな。ちゃいますね。ここ俺んちじゃねえから別に。え、どこんちやん。年収6000万。年収6000万ないよ、うん、もうちょっとおしゃれ飲みたいなと思って。遊びバー変わろうか。あ、何 やらせろよ。これもファンからのプレゼント。え、これはさすがにファンからのではない。え、じゃあ初めての遊び場。あ、ほんまや。確かに初めて遊び場が用意してくれたっすよ。飲まってくれよ。そうなの、飲もうよ。でもあのビアボールって正直詳細知らないでしょ。そうっすね。でもなんか最近ちょこちょこなケンスケのあれもあったやから。あ、そうっすよ。見たり。ありがとうございます。一
一旦じゃあいろいろ飲み方自体を教えた方がいい、その割り方から。確かに一回改めて教えてもらった方がやりやすいかな。まあ、おすすめというかスタンダードが結構まあ爽快な1対3、ビアボールが1で炭酸水が3みたいながあって、まあ、トリちゃんとかは多分濃いめキーだね、多分だったらまあ1対1とか結構濃厚な味、コクのある感じ。ゆくみ普段お酒あんま飲まないんだっけ。そうですね、飲めるけど、はい、飲める口ではあるけど飲まない。まあ多分1対7とかでライトな人向けというか、普段お酒飲まないけどちょっと飲んでみたい人向けは1対7とか。でもなんかすごい飲み口爽やかに気するから、そう定番で行ってみて。はい、確かに。あ、おすすめ。あ、そうしようか。じゃあ、はい、あとね、ロックってのもあるんですよ。もう 16% だってるってことでもあるけど、まあ一旦じゃあおすすめで、はい、トリちゃんどうする。バーテンさんのおすすめで1で行こうか。第1でも早速作るから。あ、でも書いてあるやん。そうなの、あのね、このグラスがね非常に良くてね。そうだから、ぶっちゃけめちゃくちゃ誰でも作りやすい。へえ。こんなんお前がこんなんせんでもうちら勝手にファファ。違うの、一応ね手順があるのよ。私がちょっと披露しやってくださるんですか。まずあの氷をねぎっしりと入れます。やっぱりぎっしりなんですね。そうだね、なんか慣れてないなこんな入れるんですか。もうこんぐらい入れる。へえ。で先に炭酸水なの。で俺やったらまずこれでマドラーでわーってやってグラスを冷やします。今回は冷やしません。あ、今回は冷やしません。バーの先輩みたいになってますよ。ちょっとバーの先輩で、バーでだって働いてた経験あるの。アルバイトは一回させてもらったけど。でここにメモリがあるから、うん、それで濃いめでいいの。例えば、うん、まず一応取れたんだ先輩というか。でも濃いめって会社の先輩というより先輩やろ、どう考えてるどう考えてる先輩やろ。慎重に慣れてない。はい、グラスの色がいいからもう美味しそう。確かにな、やっぱ青系って美味しそうに見えるんだな。あ、栄養とするやんそういうのをちょっとマイクに聞かしてよ。何今のさらっと。で、これ1対1なんで糖と注ぐのグラデーション。これは美術の時間じゃない。一番楽しんでるかもしれない。で、最後です。軽く1回入れて、うん、1回入れっていう感じですね。おー、はい、これもう飲んでいいですよ。これ普通に飲んでいい。ビュー掛け声とか選んでこの、まあ、あ、確かに気づいてくれる人は、まあ、ビアボールって言って飲んでほしいけど、まあ、じゃあ気づいたからビアボールって言う。オッケー、ビアボールわあ、ちょうどええ俺に対してちょうどええ。やっぱ飲みやすいよビールとして。 ね、そのビールの概念をちょっと覆しながらもちゃんとまだビールの概念残ってます。めちゃくちゃいいお客さんで。あ、じゃあトリちゃん、もしあれだったらお菓子もさっき買ったやつ。何食べる？おしゃぶりメカブ。おしゃぶりメカブ。はい。さあ、腹立つな、お前。なんか鳥皿とかないんかい、こういうのパーティーやったら。あ、ってうちないんですよ、鳥皿。まあ、こんだけ一丁前の、お前立ち回しといて。あと、卵ガニも取れ。卵ガニ、うわ、まんまで来ちゃった、これここにじゃあ、おすすめにしようか。あ、おすすめで。だってもう、1、2年ぐらいやってんじゃん。あ、1、2年まだやってないけど、最初のアフタードリームからやってる。あん時はね、まだビアボールじゃなかったの。あの時はほろ酔いの宣伝してて。でも確かにさ、俺ら3人とも出てさ、3人ともそれなりに活躍をするってなかなか。確かにね、忘れもせん、ケンスケのルイ出てたよ。俺もびっくりしたよね。できました、ひくみさん、ビアボール。いただきます。どうぞ。いいね、まあ、野球好きやし、ビアボールってなんか似合ってる。どうした。好きです。あ、ありがとうございます。え、美味しい。本当、だいぶ飲みやすいと思う。普段飲まない人でも結構飲みやすい。え、めっちゃ飲みやすいですよ。よかったです。これが宅飲みに出てきてくれたら、この家好きだよこれ飲みに行くわって言いますよね。だって俺そんな飲まないのに今もう2口目勝手に行ってましたもん、いつの間にか。気になるな。そう、氷バーッとしてますけども。ロック、え、なんかバーテンダーってさ、ロックで飲んでるイメージですか。バーテンダーはですか。あんまそんないかん。え、ロックうまそう。いや、でも俺も初めてロック飲んでる。乾杯。ちょっとやろうか。ビアボール。ビアボール。あの、もてなすのやったら仕切ってくれごめんごめんお前、初めてじゃん、ロックと。あー、すげえ、ロックってこんな感じなんだ。俺初めて飲んだロック。どういう感じ。ドーンってくる感じあ、ほんと。いや、だいぶ飲みやすいやろな、元がある。これでも濃くてきついとか全然ない。へえー、すごい。じゃあお菓子食べる。これなんかね、ノンギョーデのやつなんだって、うん、どうぞ。あ、そういう感じにくんのね。あ、思ったよりなんかあれだね、食べやすいサイズなんだよね。うまそう。うわー、あー、もう分かってる。うわ、完璧これ。うわすごい、アスパラからのベーコンバラーンって。あ、これめっちゃうまいわ。これ完全お酒と合います。
美味しいね。最近よくさ言われるのよ、お菓子にちょっと好きやったりするからさ、特にあの竹山の翼とかさ、トリちゃん今美味しいの取れんのみたいな、俺きついからこれに行くわ。これうまい、これうまい、これもうちょっと自分で言っていい？あ、じゃあやってみてよ。でもさ、せっかくやとなんかいろいろこう入れたくなって。あ、違うドリンク。じゃあトリちゃん何？俺の中のビタミン CC でもない。うわいや絶対うまい。でもここは正直俺ちょっと未知の世界なんだよ。でさらにビタミン C 取りたいからレモン行こう。あー、CC レモンオンレモン。うん、まあ、それはね、トリコレさん流のまずグラスを冷やすタイプね。すごいな。もう早くカットして。あ、俺のカット待ち。そうそうそう、勢いよく注ぐ。CC レモンで。あ、レモンか。俺思ってたらさ、こういうスイカみたいな感じで。あ、当店はあのこの形の輪切りで。輪切りだ。まあ、自分で。輪切りうまそう。これどうやって絞れっちゅう。いや、絞んなくていいです。こうつけてくタイプ。つけるだけでいいの。つけてくタイプ。お前クッキー牛乳に浸すみたいな感覚で言うなよ。これでもあのオリジナルだから必ず成功するかは分かんない。そりゃこれで決まるっちゅう。そう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 。めっちゃくちゃうまいわ。最初あれ何？紅茶みたいな感覚の。紅茶？うん、あ、レモンがあるからかな。なんか変な紅茶感が出てくる。へえ。だから CC レモンとビアボールを足すと紅茶になるっていうアールグレイ感が出てくる。そうなんだ。それ面白いね。じゃあイクミ何でいく？他何ありましたっけ？ペプシコーラと。わっ、ペプシコーラ？行ってみていいですか？緊張すぎる。コーラどうなんだよな。確かに CC レモンとビアボールでそうなる。イクミのこの慣れてない感じ、非常に。あんま変わらんけど。嘘。なんかでも、なんかもう色がすごい。ってみます。あ、ケプシこれ来ましたわ。アルコールを感じる、さっきより。そうなんだ。コーラの方がいろいろ味ついてるからな。なのにドーンと来るから、俺一杯目から行きたいかもしれない。へえ。ペプシとのコラボ美味しかった。ほんと珍しいな、イクミが。これ一生いけますね。ケンスケのオリジナルは見たいけどな。だって一番このビアボールと関わってさ、確かにさすがに自分オリジナルで人に提供できるぐらいの新作をね。うん。あ、これ、あ、それがいい。これ何？みかん。みかん。それこそこれシロップも入ってるから。その人何が？あ、整いました。何がケンスケオリジナルはみかんと新シリアボール。おー、みかんをトングで取れたの初めてだ。でもうまそう、上にそれ乗ってんの。もう単純なやつおったみかんシロップを。あ、楽しみ。じゃあ上に怒られんねん。絶対怒られます。だってこれでもう一発でこれできるもん。シロップもみかんもできるのに。このみかんシロップを。あ、確かにこれの割合大事ですよ。ごめん、俺買います。みかんシロップビアボールするわ。あー、でもええと思う。これ1対1で作ろう。あ、でもええんちゃう。俺がビールと思われへんけど。確かに、ほんと自由なビールとはまさに。聞いてます？さあ、いただきたいと思います。みかんビアボール。うん。ああ、香りはみかんですね。当たり前よ、お前。もちろん。それはレモンに感じるかもね。勝ちました。え？めちゃくちゃ美味しい。今までさ、炭酸水とビアボールだったからフルーティーさというかまろやかさがそれ足された感じ。シロップでね。そうで、ちょっとそのみかんのさ、具が味わえるから、これ結構ありだね。それこそお酒強くない女性とかが。いや、これ今1対1で作ってるから酒の感じも結構あるけど、1対3とかで作ったらもっと飲みやすいと思う。うん、あの初心者はね、カクテルっぽくない。いや、これビールやと思われへん。まあでもそんな、まあ普通に宅飲みなんで、はい、おしゃべりしながら。トルちゃんありますか？去年、2022年いやもな。でもあれじゃ、大分とかのやつはそうですね、みんな、てか大分でさ、報道ニュースに我々が出てた大分のやつがすごい驚いて、贅沢に使った。それはまさか報道ニュースに出るなんて思ってなかったもんね。ここ最近急にやもんね。その10万突破してからのいろんな人たちがコラボしたり。それこそだってさ、リュウジとかもさ、最初の段階だったらさ、よくわかんない番組だからさ出れなかったと思うけど、俺たちもそれ、でもずっと言ってたで。あ、マジで？ずっと出たいって言ってくるさ。それは嬉しいね。ピピとかヒカルにあたりぐらいちゃうかな。なんかみんなにもっと受け入れられるようになったもん。うちらの身内の面白がちょっと世に出た感じがして。これもあるわ。この人ってこんな感じなの。トリちゃん今後誰か呼びたいですとか仲いい人ですか？あ、今だから今フーマ一緒やから。あー、ね、フーマ、フーマ来てほしいです。めちゃくちゃおもろい。あ、全知り合いか。そんな感じ。この同い年です。めちゃくちゃいい。大好き。出てほしいよね。
本日のゲストはこちらの方です。お、うわ、やってる。どうもこんにちは、サダンズ風磨です。行く目はずっと三浦ひろきってる。俺はひろきですね、やっぱマジで週2とかで3時間ぐらい電話したりするし、地方行ったら絶対電話来るんですよ。マジで、うん、でもやっぱ今の西店でひろきから来て、うん、大分行ってんねんみたいな、うん、仕事みたいな、遊び場って言ったら遊び場どうなってんのみたいな。多分みんな思い始めてんだ、遊び場って。遊び場で大分みたいな。だってこの前空港でも話しかけられたもんね。遊び場さんですかみたいな。ありがたいよね。急に俺たち不安になってた。なんか変なこと言ってなかったけど、なんかさ、今まで通りにはやりたい、もちろん。確かにね、まあ、いろんな人が知ってくれつつも、こう遊び場の良さというか、うん、うまいことやっていきたいもんですが、ええんかなこれ。もうほんまにただただ飲んでるだけやけど、うん、ね、のんびり。びっくりするぐらいやっぱゆうたろう欲しくなってくるな。ゆうたろうって、うん、やっぱ必要だったな、うんうん、結構一番行動を起こす。ゆうたろうがどこ行ったりと言いましたね。何かしら行動を起こしてくれるから。ゆうたろう絶対こういう時、俺たちだけでやってるの見て詰めるから。いや、詰めたり。で、すぐ携帯いちいちタイムに入っちゃう。ゆうたろうに今電話していい？いや、あえて何も撮影中。あ、そう、今電話出るから来れるやん。確かに、電話出れるなら来いよ。ビアボール、皆さんこんにちは。ビアボール応援団長の高橋健介です。ビアボールは日本初の炭酸で割って作るとっても自由なビールなんです。何が自由かというとですね、自分の好きな味わいや量、濃さで楽しめるということなんですよね。さらにですね、氷を入れることによって冷たさもキープできますし、苦さも少なくて程よいビールを感じられるという最高のビールでございます。皆様ぜひ試してみてください。さらに買い出しでお邪魔したメガドンキホーテ渋谷本店ではですね、僕が登場するイベントを行います。詳しくは YouTube の概要欄で詳細をチェックしてみてください。店頭にはなんと僕の等身大パネルを用意していただきました。皆様ぜひ一緒に写真を撮ってみてください。それでは皆様一緒に乾杯しましょう。ビアボール。普通にシークワーサーはいいかな。シークワーサーもうストロングかな。うわ、シークワーサーや。あ、結局やっぱシンプルが一番かもしれない。シークワーサーのこの爽快さがたまらんな。夏ぴったりやで。あー、いいだろうね。なんか確かに季節限定の果物をその瞬間瞬間で入れるみたいな、いいかもね。スイカとかさ。スイカ？いや、夏で